影になっているところもありますね、この辺で。はい、やっぱり影になっているところは雪が残っているところが多くなっています。はい、歩きづらそうですね、こういうところ。結構斜めになっているのでね、滑ると危ないですよね。歩いている方もちゃんとペンギン歩きしていますかね。あ、こちらの方すごい慎重に歩いているのが伝わってきます、こうやって。大事ですよね、本当に。私も今朝出勤するときめちゃくちゃ小股で歩きました。なんかでもそれでもやっぱり凍っているところを歩くとつるって滑りそうになるんですよね。デコボコのスケートリンクみたいな感じで、ボコボコしているのに氷でツルツルしてるので、あれはちょっとなかなか歩く難易度が高いですよね。はい、普段歩かないし慣れていないのでね、なおさら危ないですよね。